はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画小問丸2をお送りします。で、前回から始まったね、この小問集合のシリーズなんですが、今回もね、全国の都道府県から、都道府県でか、実際出された問題をね、ピックアップして8問お送りします。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、まあ、これ個人的な意見なんですけど、もし、いや簡単すぎるよって思う人はですね、ぜひすげえ、できるだけ早く解こうというちょっと自分にプレッシャーをかけて解いてみてください。で、なんでかっていうと、まあ、前にも話したようにね、この小問集合っていうのは大体その大問1で出されるんだよ。で、ここは落としちゃいけないとこなのね。で、落としちゃいけない上に時間をかけちゃいけないとこなんだよ、基本的には。なぜなら後ろの難しい問題に時間をかけたいので、早く確実に解く力が必要になります、小問に関してはね。だからもちろんこうできそうな子もう大丈夫だよと思う人は、特にね、こう時間をかけないで、基準は設けないですけど、何分以内とかは特に設けないんですが、できるだけ早く解こうという意識を持ってやってもらえるといいのかなと思います。まあ、ちょっと参考にねしてみてください。ではね、今からね、ズームアウトしてまた説明していくんですが、問題これね、紙外してしまうので、問題を見ながら確認したい方は別画面開いてもらうか、ノートに写すなどしてね、対応してやってみてください。じゃあ下げますよ。ちょっとね、画面変わりますから申し訳ない。いくよ、よいしょ。ちょっと待って、このぐらいでいいかな。よし、じゃあ外していきましょう。で、まず1番が分数の計算、まあ足し算ですね。で、分数は足し算引き算は通分しなきゃいけないので、これ通分していきます。で、分母が7と5になってるから35だね。通分するとマイナス35分の、こっち5をかけてるんで5で、プラス35分の、こっちに7かけてるからで2714で14で、分数の足し算引き算は分母は変わらないと、そのままね、35で、マイナス5をプラス14計算すると9になる。で、これ約分できないので、これで終了と、ね、いう感じになります。で、次です。文字入ってるけど、また分数ですね。で、2a プラス3分の a。で、これどう考えるかっていうと、文字の計算、足し算の時は、今 a と a で同じ文字だから計算することができます。これ a と b だったら足し算できないからね。で、その同じ文字を使ってるから、結局係数を考えればいいと。係数くっついてる数字ね。で、こっちは2でしょ。で、こっちは1が隠れてるから、プラス3分の1なのね。つまり、2と2プラス3分の1ができれば問題ないんだよ、全くもって。で、結局は分数の足し算だから、上と同じように通分しようと。で、2はもともと1分の2でしょ。で、下を3に揃える必要があるので、ちゃんと書くんだったらこっち3をね、かけて3分の、上にも3かけるから6です。で、 A で、上に乗ってる、あ、これこっちはいいんだ、 A ね。で、こっちだ、右が3分の、あえてこうやって書きます、 1a。 上に載ってる a 文字っていうのは右側に下ろすことができるので、まあこう書いても OK だと。で、あとは3分の6たす3分の1なんで、分母は変わらないと。で、6たす1で7、そして文字を忘れず a だね。これで OK となります。で、すごい地味なミスなんですけど、これ a たす a やってるでしょ、結局。そうするとね、 a たす a が a の2乗になる子が出てきます。これならないからね。A と A を足しても A です、使う文字は。これが A×A だったら A の2乗になります。いいか、ちょっとここね、混ざらないようにしておいてください。こんなんでね、落としたらもったいないので。で、次、計算だね。で、今回は指数がまず入ってるので、指数から処理します。で、この、カッコマイナス4の2乗、これは、カッコの外に2乗があるので、カッコ丸ごと2個分かけてねって意味です。つまり、マイナス4かけるマイナス4ね。だから16です、これ。で、よっしゃ、16だから、16たす8してって言っちゃうと、罰を食らうと。なぜなら、割り算の先だから、足し算よりね。つまり、まず16置いておきます。で、次に、プラス8割る、カッコマイナス2をやって、これ暗算でいいね。やると、マイナス4になる。だから16-4で、12と
いいね、こういう風にやってください。これ計算の順序間違うと答えずれるからね。で、次です。 2a プラす b マイナス3分の 2a マイナす b と。で、これも分数なんだね、結局。だから、まあここと同じように通分していきます。で、一気にできる人はもちろんそれでいいんですけど、これ結構苦手な子が多いのでちょっと丁寧にいくよ。で、どう丁寧にいくかっていうと、ここ分数になってるから、あとここ 2a と b だよね、まあプラス b か。で、これも結局ね、下に1が隠れてるんだよ。1分の2と1分の1だから。で、3に揃えたいので、3に揃えるとまず最初 3×と上6になるから、3分の 6a、 まあ横に書いておこうかね。で、次1分の1だから通分すると3分の 3b です。で、後ろちょっとこれこのまま書いておこうか。マイナス3分の 2a マイナス b と。で、これは俺のね、個人的な書き方ですけど、ちょっと行こう、俺行こうか。全部揃ったんで一気に乗せます。で、一気に乗せるっていうのは、この上に今3分のって揃ってるから。で、3分のまず 6a ね、ここ6a が乗る。次、プラス 3b が乗ります、こうやって。で、次ね、もうこの問題出された時に、あ、引っ掛けようとしてやがるなと気づくとすごくいいんですけど、もう見た瞬間に気づくんだよ、これ。何引っ掛けようとしてるかっていうと、ここなの。これね、普通に書くとマイナス 2a マイナス b だから、マイナス 2a マイナス b ってこう書きたくなるのね。マイナス 2a マイナス b って、これ×です。そう、これが一番間違える元になると。で、何がダメかっていうとですね、これ一つのセットです。そこにマイナスがかかってる。その場合、この 2a マイナス b に括弧をつけないといけないんです。こうやっていい括弧をつけるの。だからどうなるか、これね、括弧の前にマイナスがいるから、マイナスを配ります、 2a とマイナス b に。そうするとここはマイナス 2a になる。でも後ろもマイナスがかかるので、プラス b に変わるんですね。ここが引っ掛けで、あとは計算するだけだから、下はそのまんま3で、 6a マイナス 2a だから 4a、 3b 足す b だからプラス 4b とね、これで OK となります。で、もちろんこれ分解してというか分けて書いて、ちょっとこっち行こうか。3分の 4a プラス3分の 4b とね、こう書いても OK です。入ってるよね、大丈夫ね。そう、これでも OK、 どっちでもいいからね。俺こっちの方がよく書くけど。よし。で、次が、ごめん画面動いたかな、ごめん、大丈夫かな。で、これ色交互にした方がいいかな、こっち青でいこうか。じゃあ、で、次、割り算なんですが、これまあ暗算できる方もね、いいんですけど、例えばね、じゃあどうしようかな、5割る3ってしようか。5割る3っていう問題、これ無理やり分数にすると、こうなるよね。3分の5と同じです。5割る3は3分の5です。で、これを同じように使っていくと、割り算なので、ちょっと下側に書こうか。こうなって、4xy の2乗が下に来る。分母にね。で、分子に 8x4 乗 y の3乗とこうなります。いい？で、あと約分するだけなので、まず数字は数字で約分すればいいから、4と8、上が2だよね、まあ、下1です。俺はあんま1書かないけどね、普段ね、消しちゃうんで。で、次文字なんですけど、まず上の x の4乗っていうのは x×x×x ってことで、 x が4つかかってる。で、下には x が1個あります。だから1個分だけ約分ができるので、約分して上も1個消えるから、ここが3に変わるの、4乗からね。で、 y も同じように考えると3乗、3つと2乗で2つです。だから2乗を消して上が3個から2個消えるから1個残ると。で、1個残るんで、まあ、3って数字を消しておけば1個残るからね、 y って。で、こうなります。で、あとは、これをね、あと書くだけなんですけど、ぜひ注意してほしいのが、特にね、文字を結構ちっちゃく計算する人は、残ってるものをね、見落とすパターンが出てきます。例えば、これ今ね、板書で書いてるんで大きくなってますけど、ちっちゃく書くと、あ、2と x と y で答え 2xy みたいな。そう、3乗どこ行ったんっていう。これね、結構やる。本当に。
で、こんなミスね、非常にもったいないので、もし、ちょっとね、そういうミスが多いなという人は、残ってるものに丸をつける習慣をつけると結構いいです。こうなって、残り Y が残ってる。で、1はね、書かなくていいから別に。もちろん、下に3とかが残ってたら、それも丸つけるんだよ。それが3分のほにゃららってことになるからね。でも、今、下は全部消えたので、1でもいいです、これは。消えるから。で、残ってるのが、これ右かけっかな。数字の 2x が3つで x3 乗そして y です。 2x3 乗 y とこれが答えになります。で今は全部分母が消えてるんでいいんですけど、結構分母が残るパターンもある。さっきも言ったように3分の 2x3 乗 y とかそういうのもあるのね。だから残ってるものに丸をつける習慣をつけると結構ケアレスミスは消えやと減るかなと、で個人的には思ってます。で、ここまでが計算しようだよね。で、次が方程式解きます。方程式。で、前も言ったように、方程式解くっていうのはもともとイコールがあるからね。これ方程式です。で、分数でしょ。で、今まで分数いっぱい出てきましたけど、じゃあ同じように通分するか。下3だしね。3分にするかって思うんですけど、方程式の時は通分しなくていいです。もちろんしても解けるんですけど、特にしなくていい。で、何するかっていうと、方程式の時はもう分数を消しに行きます。通分じゃなくて。でどう消すか、この3消したいの、ちょっと君邪魔だよってことで、どう消すか、3をかければいいんです。ちょっとかぶってごめんね。かけると約分で消えるから、こうやって。ただし方程式に何かをかけたり何かを割ったりするときは全体にいじんなきゃいけないので、右辺のこれにも3をかける、これだけ忘れなきゃ大丈夫です。いいね。でこっち33消えたからもう分数じゃなくなるので、ちょっと右に書くよ。4x プラス5が出てくる、上の部分ね。でイコールこっちが 3x です。でこうなっちゃえばあと移項して計算するだけなので、 3x こっちに持ってくるとマイナス 3x で 4x とくっつけて x です。イコール5を右辺に持ってくるとマイナス5になるので x イコールマイナス5となります。で、ここでね、よく聞かれるんですよ。じゃあ、こっちもそれやりゃいいじゃねえかっていう。めんどくさいから、通分。でも、これで3をかけたり、これで3をかけたり、これで35をかけたりしたら、罰食らいます。で、何がダメかっていうと、その、全体に3をかけるとかしていいのは、方程式だからなの、これは。いい。方程式だから、そのやり方をしていい。でも、これみたいに、計算しようっていうのは、その方法を使えません。なので、必ず通分して解いてください。いいね。方程式。最初にイコールあるんだよ。自分で書いたイコールじゃなくてね。イコールがもともと載ってるっていう。これとこれが同じですっていう。いいね。それが方程式となります。で、次7番。前回もね、あった等式変形です。で、今回は x について解くという問題なので、x がくっついてるこれだけ左に残します。あと右に行ってくれと。だから、マイナス 5y、君は右だよってことで、まず右辺に持っていく。2x。イコール持ってくると符号変わるんで 5y で、もともといるプラス7です。プラス隠れてるからね。で、あと2が邪魔です。 x イコールにしなきゃいけないから。で、2が邪魔なので、これも一気に x イコール p って引いて2を下に変えちゃえばいい。2で割ってるってことだからね。 5y プラス7、これで OK になります。で、さっきのここと同じように分けて書くのはもちろん OK なので、x イコール、まずこっち。2分の 5y。で、プラス分けて2分の7と。こう書いてももちろん OK になります。いいかな？で、ラストです。で、ラストが、x が5分の4、y がマイナス2です。その時これ求めろと。で、これね、x と y の数が書いてあるんで、ここに入れればいいんでしょって。x と y の。これね、大体の子は気づきます。だから x のとこに、5分の4、y のとこにマイナス2入れればいいんでしょって気づくんですけど、絶対にやっちゃいけないのが、ここの状態で入れるね、やり方ね。もう神々だね、今ね。ここに5分の4、ここにマイナス2、ここに5分の4、ここにマイナス2を入れる。もちろん解けます、それでも。解けるんだけど、めんどくさい上に、ケアレスミスがめっちゃ発生する。で、じゃあどうするかっていうと、先に計算する、これ。いいね。で、どう計算するか。まずね、括弧の前に3がいるので、3を配ります。ここに。で、12x。
配るからマイナス 3y です。で、マイナスをこっちに配るからマイナスを配ってマイナス 2x プラス 5y です。で、xx は計算できるから 10x、y と y も計算できるんでプラス 2y となる。ここまで持ってきて、ここに5分の4、ここにマイナス2を入れればいい。この方が絶対楽だから。いいね。で、入れる。で、入れると、入るかな。いこうか。で、気をつけなきゃいけないのが、ここ、10でしょ。で、x のとこに5分の4を入れるんですが、10x っていうのは、これ、掛け算で繋がってるからね。よく足すって書いちゃう子がいるんだけど。だから、10×5 分の4です。で、プラス2でしょ。で、ここも掛け算。かける y のとこにマイナス2なんで、括弧をつけてマイナス2となります。ちゃんと書くんだったらね、こうなる。で、まずこっち、掛け算計算すると、これ約分できるから。1と2。で、2×4 なんで、8ですね、まず。で、今度こっち行こうか。プラス 2× マイナス2。掛け算が先だからね、こっちやると。で、やると、ちょっと詰まってしまった、今。マイナス4と。こうなるので、8-4 で、足がキュッてなった。ごめんね。移行代が4となります。いいかな。まあ、こんな感じで、ぜひ解いてみてください。で、小問集合に関しては、結構解き方いろいろあります。自分もね、ここまで丁寧にやることも本当はないですけど、でもまあ、こういう感じで解けばいいんだと。で、最初にも言ったように、スピードがめっちゃ大事になるので、最初は慣れてね、まだ慣れてない方は、こうやって丁寧に解いていって構わないんですが、だんだん頭の中で暗算できるものを暗算しよう。いいね。それはもちろんその子その子によって違うので、ここを強制するっていうのはないんだけど、ちょっとずつ正確に解けるようにして、そして、早く解けるように練習をしてみてください。では、今回は受験対策動画、小問丸2、小問集合ですね、丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、丸3。まだね、中学生、3年生の内容を含めないで一応取り上げようとは思ってるんで、ちょっとね、先になったら中3の内容も入れようとは思ってるんですが、また取っていきますんで、もしよかったらそっちの方を見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。